鏡を割られたか。確かにこれでは船に手出しできない。だが、お前は俺には勝てん。無駄な悪あがきはやめるんだ。うせえ、ゴムはこっちに負けるか。ラウンドマン、落ちほどん。私たちはサンジ君にケーキを作ってもらってビッグマムを止めに行く。あんたはそいつをぶっ飛ばしてから私たちと合流よ。いいわね。分かった、ぶっ飛ばすからちょっと待ってろ。エオレックスバズーカ、仕留める。落ち着け、上がれの地球。なんだ、地面が餅になった。地上にとどまる限り息つく暇も与える。ダブルカルバリン。カタクリお兄ちゃんはね、ただの無敗の男じゃない。生まれて一度も地に背をつけたことがない、地面をも見下す男。全て完璧な超人なのよ。なんとか勝負するのもおこがましい。どうやらその状態長くは持たんようだな。落ちほどか。ギアフォースの時間切れか。逃げるぞ、なるべく遠くへ。なんとか10分逃げ切らねえと。吐きなしじゃって。ここなら覇気が回復するまで休めそうだ。ありがとう、エダ。ブリュレだよ、大体何のつもりだい。覇気は消耗するも…でもそれ…剣運色、武装色、覇王色、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。だが、鍛えるとなれば、よろしくお願いします、レイリー・サンド。いや、レイリー先生、師匠。いつかレイリーが言ってたんだ、強敵と戦おう、それにも見えるかな、少し未来。調子に乗るな、チビスケ。を超えてこれ、全力のアイス。質問に答える、それともお前に勝ちに来た。俺に勝ちに来た、そんな選択肢は用意していない。落ち着け、オーダーマン。落ち着け、ロケット、ロケット、落ち着け。だんだん俺の見聞色に近づいて。お前にも攻撃は当たるんだ。すげえのは持ちの能力じゃなくて見聞色なんだろう。ああ、俺は効率よく避けているだけ。マキで未来を見れば可能だ。だが、それを見極めたところ、お前が立てる道理はない。エオレックスバズーカ。マキ、一瞬の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うほどに、お前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。落ち、
とせ何がおかしいんだお前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった、針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああそうだ、終わりか。ああ受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。
ッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、二人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし、行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だな、サンジ。俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たち、ジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方、プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし、調理開始だ。完成だ。ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おい、サンジ。サン、最後に一つだけお願いがあるの。あれ、プリンちゃん、最後のお願いって何？サンジ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。